歳です。ありがとうございます。伸ばしのつながってマーブル、マーブル伸ばしてよくタイミングで、心はフォーエバーヤングなんですけど、体がフォーエバーヤングじゃないんですよね。はい、こちらも笑ってますけど、このあなたも同い年ですからね。うん、若い若い若い。僕あの体重計とかでさ、体年齢みたいに出るやん、うん、あれ18歳って出るから僕すごい42 びっくりしたわ、初め自分の体重かと思って、いやでも42は言い過ぎやろ、軽すぎるやろ、あ年齢これと思って、やば、俺わかるで、聞いて、俺まだ iPhone 変えてから写真一枚も撮ってないねんか。おお、ちょっとここ収めといていい？おお、あの大丈夫、これ俺の思い出用だから、もしも世に出たら僕のこと訴えてください一緒に訴えようか俺がこそっとやるからさ、力合わせようぜよっしゃー、うん、やっぱアニバーサリーの NSC はずるいね。ありがとうございます。暑いです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、長時間ありがとう。いい。ロイズチャンネル。いやー、すごい。はい。マーブルの気遣いやって伸ばすやん、マーブル、マーブル伸ばして、はーい、あはーい、ということでビジュアル祭りと沖縄の状況裏ファイナルのリハーサルでした。まあこんな感じでいつもリハーサル割とコンパクトにやって、あとはライブでぶちまけてっていう感じで確認しながらやってます。じゃあね、ロイズでした。ロイズチャンネル、こんばんは、ロイズスバルトのナイトルーティーンです、まあ、とりあえず今あのお風呂出たとこなんですけど、これはもう早よ化粧水せなあかんっていうとこから、化粧水が終わったところなんやけど、これが僕の夜のケアの、こういうのなんていうの、神器たちです。でも今終わった状態で、じゃあもう早速いつも通りパックを、なんかパックしてても男前にできんかな、あそうだ、でこのキュウリさんのパックにはこのあれがついてるんで、僕はほうれい線のところに、やっぱよく笑うからね。で、忘れてはいけないのが、明日もね頑張っていきましょうっていうところの、そういうことかね。明日も頑張っていきましょう。
よし、じゃあある程度パック終わったんで、フェイスクリーム使っていきたいと思います。このどうしてんねんこの爪でって思う人いると思うねんよ。僕爪すごいんで押してあげるわ。取るしかないねん普通に。あの爪の間に入りますよ。それはもうしょうがない。もうマジでこのキリルのフェイスクリームは使用感いいんで嫌なのね。あんまベタベタするのも。よし、おやすみなさい。以上、スバルのナイトルーティンでした。はい、沖縄に着きまして、クイナとさっきまでご飯を食べに行ってました。で、ホテルに帰ってきて、ちょっと今 YouTube を見ながらですね、あのコーヒーを飲みながらタバコを吸おうかなと思ってたところです。で、コーヒーはいつもだともうちょっとこうカフェインが入ってるやつを飲むんですけど、さすがに今日もうすでにコーヒー一杯飲んじゃってるのと、明日結構朝早いんで早く寝ないといけないんで、寝つきが悪くなったら嫌だなと思って、ちょっとこのカフェイン少なそうなやつ買いました。ですね、あのもうさっきの動画からちょっと映画を一本見まして、で風呂に入ってきました。はい。でまああのタバコ吸ったりコーヒー飲んだりはやってたんですけど、こっから風呂上がったんで肌ケアします。で今日はあのお肉を食べたんですけど美味しかったですよ。あの88っていうとこなんですけど、1人4000ぐらいして高っと思ったけど、でもその分めっちゃうまかったから明日は頑張りそうな気がする。まあね、明日が結構オープンが早くて、そのままライブ終わったらファンクラブ旅行に切り替わるんで、まあファンクラブ旅行自体もすごい久々なんでね、楽しみでございます。まあ何が楽しみかっていうと、何が楽しみなんやろ、楽しみいっぱいあるけど、化粧水、美容液、フェイスクリームまで終わったんで、あとは髪の毛を乾かして終わりです。どうも、ロイズのドラムのともやです。ともやのナイトルーティーンやっていこうと思うんですけども、まあ、本日ね沖縄に来てる時に撮ってるんですよ。イエーイ。でまあこの辺肌ケアグッズキレルさんのバーってね、これでケアしていくよというのと、まああと僕お風呂大好きなんで、僕絶対ツアー中風呂溜めて入るんでね、この入浴剤使って入っていこうと思います。でね、入った後はまあここでまったりするじゃないですか。でまあこのあれにモイスチャースプレーとかちゃんとしっかり使って保湿した後にご褒美が待ってるんですよ。今日はオリオンビア。はい、本日はこいつ飲んでスカーと寝て、明日は FC 旅行のライブなんで頑張っていきたいと思います。てな感じ、ともやのナイトルーティンでした。さよなら。どうもクイナでーす。はい、ということで、マネージャーにナイトルーティーン的なものを撮ってきてくれと、言われたんで今撮ってるんですけども、ただいまのお時間、朝8時でございます。おめでとうございます。おはようございます。昨日夜ご飯をメンバーと食べまして、ホテルに帰ってきて、まあ連日まあ1時間2時間ぐらいしか寝れていなかったっていうのもあって、気づいたら今です。はい、ということでお風呂上がってケアをしっかりしました。肌にとって最低な寝落ちということをしてしまったんでね、いつもよりしっかりめにケアしました。はい、ということで時間もないんで集合場所に
ってきます。ライブ頑張ってきます。ロイズチャンネル。おはようございます。ロイズのドラムトモヤです。本日撮影なんですけど、ただいま7時半ちょい過ぎくらいですね。ド朝です。はい、ということで今からメイク始めていきたいと思いますんで、メイクシーンに行きます。じゃあとりあえず肌を潤わせるために化粧水とかねやっていこうと思います。化粧水をたっぷりめにねでこするんじゃなくて抑える的なでフェイスクリームで乳液もあるんですけど僕はフェイスクリーム派です。これでメイクいきまーす。はい、ただいま8時10分前くらいですね。とりあえずメイク完了したんで今から髪の毛作っていきます。いやー、ただいま8時半ですね。はい、メイクセット完了しました。今日も撮影一日頑張っていきたいと思います。インストとかでやるメイクの感じです。今日は、20分くらいでメイク上げていただいたんでこれから髪の毛に移ろうと思います。はい、それではメイクしていきたいと思います。かっこいい顔にしてもらいます。えい、はい、ということでメイクが完成しました。僕がかかった時間はだいたい45分ぐらいらしいです。はい、これが、私服でいつもやってるメイクの感じです。で、今日の撮影がだいたい夜の7時か8時ぐらいまで予定してるんですけど、それまで僕はこの完成した状態でずっと、撮影に挑もうと思います。完成しました。イエイ。ということで、まあメイクとヘアメイクと合わせて1時間ぐらいで私は完成しました。はい、ただいま11時ぐらいですかね。はい、です。まあ撮影はこの後まだまだ夜まであるんで長時間になりそうですけど頑張ります。じゃあちょっと順番来たんで今からメイクしてもらいます。男前にしまうわ。はい、メイクが終わりました。で、大体まあ20分25分ぐらいかな。まあそんなに濃くないんで時間はさほどかからないです。ここから流れで髪の毛やってもらいたいと思います。はい、ということで、ヘアメイクしてもらいました。完成しました。大体まあ1時間ぐらいかなトータルで、まあ僕髪の毛ちょっと癖毛なんでアイロンで伸ばしたりするので時間かけてもらったりするんですけど、まあ、この感じで、で今日はタイムテーブル的には多分7時8時ぐらいまでかな。まあちょっと長丁場にはなるんですけど頑張っていこうと思います。はい、ということで現在撮影前の移動中です。映ってるかな。バッチリバッチリ、こんな感じです。今日は新宿やだっけ。新宿なんでそんなに時間はかかんないんですけど、まあ普段の僕ら移動も基本的には車で行ってるんで、長時間になると伝説は大阪から仙台ですね。あれ何時間かかる途中で車壊れていろんな意味で伝説や。そうなんですよ。まあ基本的にはこう安全運転を心がけていただいて、みんなで移動してます。はい、やっぱり肌ケアはめちゃめちゃ大事だと思いますね。自分なりにもいろいろ試してみたり研究してます。めっちゃうまいっすね。最高っす。このままでいいんじゃないかなどこまでいい どこまでいいどこ何が合う程よいところ。個性出していくわ。いや、めちゃめちゃ緊張したいつもとカメラのなんか台数が違う感じが、なんか雰囲気が全然違うんですよ。なんか飲まれかけましたでもね、なんか貴重な経験させていただきました。ありがとうございます。はい、伝えたいっていうかね、僕聞きたいことがあるんですけど、僕らめちゃめちゃライブでインストで配ってたじゃないですか。それの使い心地とかがね、なんかちょろちょろしか来てないんで、なんかみんなもっともらってると思うんやけどな、もらった人どうやったかなって聞きたいなと思います。まあ僕はね、最近キュレルめちゃめちゃほんまに使ってて、
あの化粧水使ってる、ジェル使ってる、フェイスクリーム使ってる、リップ使ってる、あとアイクリーム使ってる、日焼け止め使ってるみたいな感じでね、めちゃめちゃ使ってるんでね、ぜひみんなもこれからキュレラーになりましょう。ではこういう風にさ、俺が喋ることって結構あるけど、メンバーがそれぞれパーソナルで喋ってるのが新鮮かつ面白すぎて見守ってる見守ってる。それぞれいろいろ試した上で同じものにたどり着いてるっていうのは面白いですよ。思いながらちょっとうっとりしながら見てたんですけど、なんかあの肌の指のスキンケアとかもされるんですか？指のスキンケアは時期によってしますね。じゃあ以上で OK です。ありがとうございます。とってもいいお話ありがとうございます。マイク外します。余裕で緊張した楽しみですね。うちの解放とか YouTube では何か学だったり撮り方をしてたんで、どんな風に出るのか完成が楽しみです。今すぐ寝たい。朝早すぎ。すげえな。正面もかっこいいし、横顔もかっこいい。芸術的。芸術的よ。よろしいでしょうか。反対がダメです。はい、反対がダメなんですよ。反対がダメなの。ちょっと見てもいいですよ。多分ダメやなと思います。ライティングのこっち側。あ、ごめんなさい、右ダメなんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか緊張するっていうか、ちゃんと自分の言葉で喋れてるんかなっていう、喋れるんかなって不安があったんやけど、あの話聞いてくれた方がすごい、あの気持ちいいこう距離感というか、あのいい温度感で喋りかけてくれはったから、なんか割と思ってたよりちゃんと喋れたなって思うし、こういうのなんかまたどんどんいろいろ話す機会あってもいいなと思ったから、なんかちょっと今日はいいきっかけになってる気がする。いや、あのね、やっぱこう今日のその関わってるその人の数とか、なんかその雰囲気を見て、機材とかまあいろいろそのすごいクオリティ高いものを撮ってくれてはるから、カメラさんも映像チームもそこで改めてでっかいコラボさせてもらってんねんなってやっぱ思ったし、さっきはちょっとインタビューでちょっとあの言いそびれてんけど、俺ちょっと前にその自分がそのペルーと日本のハーフやから、その里帰りにあの家族と一緒にペルーにその2週間近く帰っててんけど、その時にもうキュレルを持って行ってたの。その俺が滞在してたリマンっていう場所ってめっちゃ乾燥するんだけど、その乾燥にも負けずになんか頑張ってくれてたからっていうのをちょっとインタビューで言おうと思ったけど忘れてたから今ここで話した。6時間ぐらいやけど、でも正直ね、あんまりもう年々慣れで、あのメイク正直長時間することに対しても全くその苦痛じゃなくなってきた。なんか多分年々ね、多分その変身願望強くなっていってるなって自分の中で実感してるから、あんまり落としたくないなの気持ちの方が強いから、長時間ね、その自分が思い描いてるかっこいい姿でいることに対してあんまり苦痛じゃない。まあまあまあ、今日はもうあと自分の撮影は終わったんで、まああとはちょっと広大が撮って、あの事務所帰ってっていう感じでラストスパートなんで、思ったより早くでスムーズに進めるんで頑張っていきたいと思います。撮影が全部終わりまして、まだね、最後撮りスヌルの後っていうのはちょっとよろしくないね。もうすごいよ、英語絶対やだそうです。死んでからが人生よ。なのでスキンケアはとっても大事で、自分なりに、うん、相当研究をしましたね。無理のない範囲でいいから毎日自分の、あ、そうそう、もう一回言ってた。無理のない範囲でいいから毎日自分の身を持ってる。以上で撮影終了となります。あ、ほぼほぼ時間通りですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかいつもこう撮影ってもう見慣れた人が多いんですけど、今回はあのまた違う方だったんで、初めてすごい緊張したんですけど、あのすごいこう話の
展開がうまくて、逆にちょっとカメラがあることを忘れちゃいました。多分俺は8時半ぐらいからメイクやってるんで、5時間ね、7時間ぐらい。7時間 8時半からってどれくらいの肌苦しいよ。メイクどんな感じですか？苦しいですよ。苦しいですか？それけどこの後も撮影マンがあるんで頑張ろうと思います。終わりや終わり、あとは事務所に帰って撮影。お疲れっす。ロイズチャンネル。じゃあクイナさん揃ったのでやりますか。これ FC の開放に入るやつなので、スバルさんが司会します。はい、じゃあ行きます。3、2。お土産。立てでもいい、立てでもいい。はい、ということで知ってるやつ来てほしい。こいつなんか見たことあるぞ。ソロロック、ソロロック。あー知ってる知ってる、これは知ってるぞ。ウキゴレア。あー知ってる。殴っとるよ。技名ディグ。はい、よいしょした。はい、ありがとうございます。おいぞーす。じゃあ以上で今日の撮影はじゃあ終了となります。本日の終了。7時20分。でも大体予定の時間ぐらいじゃない。帰りのね、車が思った以上に車渋滞してたんで、そこではあれでしたけど、まあでもこれ正直移動があっただけで割と俺らの撮影の中ではだいぶイージーな方よ、正直。そう、まあ、今日はね、割と件数は少なかったんですけど、時間は長かったですけど、でもかなり今日は有意義なあの撮影ができたんじゃないかなと思ってるんで、大満足で帰りたいと思います。お疲れ様でした。